ああ、いたいた、キリュウさん。ん？お前はゆるキャラの。どうも、小野道夫くんのプロデューサー、弘中です。先日は小野道夫の中に入っていただきありがとうございました。まさかまた入れとか言うんじゃないだろうな。さすがお察しがいい。そのまさかですよ、まさか。ああ、ちょっと待ってくださいって。お願いしますよ。前回のイベントの評判が良くて道夫くんの人気が沸騰してるんです。このまま何もしなかったら、せっかくファンになってくれた人たちに申し訳なくて。そんなことは知らん。もうあんなトークショーなんてごめんだぜ。あ、それなら大丈夫です。今度はトークショーじゃないんですよ。じゃあなんだ。今度は歌謡ショーです。歌謡ショー。はい、実は小野道夫くんで CD を出さないかという話がありまして、その第一歩として小野道夫くん歌謡ショーを開くことになったんです。桐生さん、歌はお好きですか？まあ嫌いじゃないが。ならバッチリですね。道夫くんとして歌謡ショーへの参加お願いできませんか？勘弁してくれ。そこをなんとか。喜ぶファンの子供たちの顔が見たいんです。それに道夫くんの人気が出れば尾道の PR にもつながります。そうなれば町が活性化して、この町に住む人たち皆がより生き生きすると思うんです。この町のためにもお願いできませんか？もちろん報酬はお出ししますので。子供たちの笑顔とこの町のためか。尾道に恩返しはしたいが、どうする？全く仕方ねえな。もう今回限りにしてくれよ。ありがとうございます。それじゃあ早速参りましょう。はあ、またあれを着るのか。相変わらずのジャストサイズ似合ってますよ。重くて熱くて息苦しいのも相変わらずだな。で、歌謡ショーの会場はどこなんだ？今回の会場はここです。おいおい、よりによってここなのか。尾道は田舎ですから、他に手頃な会場がなかったんですよ。さあ、どうぞこちらへ。どうも、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。ママだ。あら、そちらが道夫くん。かわいいじゃないの。こんにちは。声でバレるかもしれない。仕方ない、少し声色を変えるか。よろしく道。あら、渋い声なのね。なんかどこかで聞いたことがあるような。気のせいだ道。そっか、そうよね。私の知り合いが中に入ってるわけないものね。きっとそうだ道。ふう、なんとかごまかせたようだな。じゃあ道夫くん、もうすぐお客さんが来るから準備お願いします。ああ。本日はこの道夫くん歌謡ショーにご来場いただきありがとうございます。よっ、待ってました。道夫、かわいいじゃねえか道夫。おい、子供たちじゃなくておっさんばかりじゃねえか。スナックが会場なんで大人ばかりが集まっちゃって。でもほら、みんな子供のような純粋な笑顔じゃないですか。うまいことごまかそうとしやがって。おっさんはおっさんだろ。ねえねえ、とにかくよろしくお願いしますね。あと歌ってもらうのは本日はダイヤモンドって曲です。ヒット曲だから知ってますよね。知ってはいるが。あの曲歌詞も最高です。
し、絶対盛り上がりますって。じゃあよろしくです。覚えとけよ。さあ、みちおくん、今日は何の歌を歌ってくれるのかな。ああ、本日はダイヤモンドという曲だ。おお、いいじゃねえか、ナイスセレクト。渋いね、みちおくん。楽しみだぜ。さあ、それでは歌を披露いただこうと思いますが、ただ歌って終わりでも面白くありません。今回は特別ルールを設けたいと思います。特別ルール。今回歌う際にジョイサウンドさんの採点ボードを使わせていただきます。このボードで80点以上みちおくんが取れた場合、なんとCD デビューが決定いたします。おー、マジかよ、すげえな。すげえ、マジかよ。さあ、盛り上がってきましたね。それでは聞いてください。小野みちおくんで、本日はダイヤモンドです。どうぞ。発作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、
漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ、オノトレーラー。そう、俺こそがオノ道の象徴、オノ道夫だ。うわー、桐生さんも大変ね。いやー、本当にありがとうございました。無事 CD デビューも決まってハッピーエンドですね。どうせ俺が何点取ろうが、CD デビューはさせるつもりだったんだろう。さてどうだか。それはさておき、今回のお礼です。それとこれもどうぞ。ん？これはリリースが決定した CD のサンプルです。ご本人にはいち早くお見せしようかと。いかがです、感想は。なんとも言えねえな。とにかく今回はありがとうございました。またよろしくお願いしますね。いや、もう今回で最後だ。またはないぜ。そんな、せっかく人気が出たのに。ここまでうまくいったのは偶然だ、実力じゃない。それにこれ以上俺を頼られても困る。俺には他にどうしてもやらなきゃならないことがあってここにいるんだ。だからこれ以上は助けられねえし、助けねえ。あとはお前の腕で何とかしろ。桐生さん、そうですね、俺桐生さんがすごすぎてちょっと甘えすぎていたかもしれません。結果がうまくいったからって勘違いして調子に乗ってたのかも。わかりました、もう桐生さんの手は煩わせません。俺は俺一人の力で道夫君をもっとでかい愛されるキャラにしてみせます。桐生さんがまた入らせてくれって言ってくるくらいにね。その息だ、楽しみにしてるぜ。道をよろしく頼むぞ。はい、キリエさん、本当にありがとうございました。いや、違うな。ん？本当にありがとう、道。どういたしまして、道。